安らぎを見出すのは容易ではない。瞑想は台風の目のような静けさをもたらす。そなたは薄れていく。この世界に強く根を下ろしてはいない。自分自身から離れていく。自身を浄化し、平静を取り戻すのだ。私が手伝ってやろう。座ってくれ。何かのドッキリか。どうせカメラが回ってるんだろう。普段は新しいことに前向きなのに、ここに来て怖くなったのか。で、これは何なんだ。瞑想だ。つまり座禅みたいな。その通り。続けてくれ。この町でそなたは自然から切り離されている。金属、コンクリート、ネオン、汚れた世界に囲まれ息が詰まっているのだ。確かに禅寺はないな。静けさを取り戻し、自身との絆を回復するのだ。そなたは根源、そこから不要なものを抜き取るだけでいい。準備はいいか。これに何の得があるっていうんだ。自己を満たせるのだ。そうすれば自分の声だけが聞こえるようになる。他のすべてが沈黙と化すのだ。具体的に言ってくれないか。自分の人生から自分自身を追い出すことはできまい。やってみるとするか。意識を解放してくれる瞑想のブレインダンスをお渡ししよう。渡す？いくら払うかはそなた次第だ。それならただでいただくよ。金儲けでやってるわけじゃないんだろう。いいだろう。瞑想術というものは経験者の監督下で学ぶのが肝要だ。さあ始めるぞ。導いてやろう。今からそなたに教えるのは大地の瞑想だ。大いなる大自然の精霊、母なる大地よ。我々は常に一つの共同体。我はそなたであり、そなたは我。母なる大地よ、我も他の生き物も全てはそなたが生み出し存在。我の体と魂から苦痛を、病を、汚れを取り除き、害ある人々、社会、次元から害ある気を取り除きたまえ、命の気を与え、健康、若さ、知恵、知識、強さ、喜び、幸せ、そして内なる安らぎを与えたまえ。我々は豊かな大地を歩み、草原を駆け抜ける。我々は靴を脱ぎ、裸足になることで土を直接感じ、大地の気を吸収する。我々の心と魂は喜び、平穏、安心、純潔を感じるだろう。我々は咲き誇る花に蝶が休み、蜂が蜜を集める大地を歩んでいく。我々はぬくもりと喜びに包み込まれる。大地の木が足を伝い、全細胞を満たしていく。我々の魂と精神が清められていく。母なる大地よ、心と体と魂をもって感謝申し上げる。四大元素なくして命は存在しえない。
んかの手品か。くれているようだな。またあんたか。1回目の瞑想は楽しんだか。どこに消えたんだ。他で必要とされてな。少し落ち着けたよ。結果を出すには定期的にしっかり瞑想する必要がある。一滴の雨では喉の渇きは癒せないからな。また試したいか。いくらかかるんだ。それは自分で決めてくれ。ただなんだったら遠慮なく。よし、瞑想している間見守ってやろう。今からそなたに教えるのは水の瞑想だ。ここは森の中、目の前には滝がある。水の精霊よ、我々の血と肉の8割はそなたに司る水より作られている。水の精霊よ、そなたは何よりも謎めいた存在だ。液体の時もあれば氷の時もあり、雪の時もあれば蒸気や霧の時もある。癒しを与える時もあれば溺れさせる時もある。我々の体と魂から病を、苦痛を、汚れを取り除き、ガイア、人々、社会、次元からガイアの気を取り除きとなり、若さ、知恵、知識、健康、強さ、喜び、幸せ、そして内なる安らぎを与えたい。水の精霊を我々に宿りたまえ、我々の血と肉になりたまえ。我々は水、滝から流れ落ちるのは我々自身だ。水の精霊よ、心と体と魂からお礼を申し上げる。そなたなしでは命は存在しえない。そなたら四大元素が形づける美に敬意を表さ。意識の輪郭がはっきりしたようだな。そなたの精神のもつれがほどけ始めている。瞑想にも慣れてきたようだな。少しコツがつかめてきたみたいだ。内なる調和とは長旅からの帰宅といえよう。考えに縛られすぎていてはいけない。流れに身を任せるんだ。亀は泳ぐときに拳を握りしめると思うか。なら片手で拍手するときの音ってどんな音だ。それはつまり誰かが一緒に叩いているということか。もう一回やってみたい。今回はいくら払いたいのかね。何も。いいだろう、始めていいぞ。導いてやろう。
ここは森の中、太陽の光が木々の合間から差し込み、下で燃え盛る炎の上で踊っている。火の精霊、太陽の精霊よ、ご挨拶申し上げる。そなたは他のすべてのものに美を与えてくださった。我々は一心同体、そなたなしに命は存在しえない。我はそなたから作られ、そなたに戻るのだから。根源たる火、太陽の精霊よ、我の体と魂から汚れをすべて焼き払い、害ある人々、社会、次元から害ある気を焼き払いたまえ、全細胞を浄化したまえ、命の気、健康、若さ、知恵、知識、強さ、喜び、そして幸せを与えたまえ、我に内なる安らぎを与え、我を神聖なる平静から守りたまえ。我々は目を細め、太陽の神聖な気を吸収する。この目を通し、火と太陽の気は我々の頭に触れ、次に全ての内臓の中を流れ、やがては足先まで達しよう。我々の肉体の全細胞が、その隅々に至るまで再び太陽の気で満たされていく。そして我々に光が宿るのだ。我らは太陽。太陽の精霊、火の元素よ、精神、体、魂をもって感謝申し上げる。予想通り。そなたと再会するのを楽しみにしていたよ。実はこっちもあんたに慣れてきたところだ。いろいろと聞きたいのだろう。一つだけ答えてやろう。この瞑想で得られるものは何だ？その時が来たら正しい選択ができるように準備を手伝ってやってるのさ。何の選択だよ。あ、質問は一つだけか。では最後の瞑想術を学ぶ準備はいいか？最後の？そうだ、そなたが払いたい額を払いたまえ。ただってのはどうだ。それでは瞑想を導いてやろう。今からそなたに教えるのは空気の瞑想だ。我々は山にいて山頂へ向かっている。大岩の間を通り抜けなければならない。最初の大岩にはワシが止まっている。空気の精霊がそのワシの全細胞を駆け抜ける。空気の精霊、風の源よ、ご挨拶申し上げる。そなたと我々は一心同体、そなたは我の中に、我はそなたの中に宿る。そなたなしでは命は数分も持たず、そなたの存在は欠かせないもの。偉大なる空気の精霊よ、我が体、魂を浄化したまえ、害のある人々、社会、次元から苦痛、病、害のある気を取り去りたまえ。
命の気を与えたまえ。健康、知恵、知識、強さ、喜び、幸せ、そして内なる安らぎを与えたまえ。我はわし、風は翼を守り、羽を撫で、我が肉体の全細胞を駆け抜け、あらゆる原子と分子の隙間を満たすもの。風は肉体を、魂を、そして神秘体を清めるもの。我々は旋回し、空高く舞い上がる。我々は安心、純潔、喜びを感じ、我々の体は幸福、安らぎ、調和で満たされる。空気の精霊よ、精神と体と魂を持って感謝申し上げる。また消えた。でも何か残してったな。ひでえ気分だ。それが見えるか。そこに禅の先生がいたんだ。姿を消しちまったが。何の話をしてるんだ。瞑想の仕方を教えてくれたんだが、どこか変なんだ。専門外だ。そういう話はミスティが詳しいんじゃないか。確かに。街で禅について話す男に会ったことないか。でも聞いたことはある。瞑想の BD を勧められた。ああ、そしたら消えた。残ったのはそいつの服だけ。何か心配なの？あの話し方、ジョニーのことを知ってるみたいだった。直接は言及しなかったが。彼の教えを深く考えすぎたのかも。ああ、そうかもな。とにかくまた見かけたら私のところに起こしてよ。一緒に瞑想したいのか。占いたいだけ。誰が投票するの？あのラインが次の選挙に推薦するって言ってる時点で。何のようだ。なんだよその質問。パーティーやってんだろ。正常期に命をかける奴にしか声はかけてない。失せろ。少しくらいいいだろう。一杯飲んで一服するだけだからさ。俺がご近所のピクニックに見えるか。ジューマ、ピリピリすんなって。どうしたんだよ。奥さんとうまくいってないとか。冗談が好きみたいだな。だがあいにく間に合ってる。ウォーカー、面白いやつは歓迎だぜ。今日はいい日だ。独立記念日みてえにみんな楽しんだる。よそもんに台無しにされたなんて
ガンナに報告できねえだろ。ああ、わかったよ。それでいいんだ。ほら、もう一杯飲んでこい。いいスコアを取ったんだ。祝ってもらえよ。ここで何か勝負してるのか。ああ、銃をぶっ放してね。俺も混ぜろよ。残念だったな。もう終わるとこだ。俺にボロ負けするのがそんなに怖いのか。誰に向かって口聞いてんだ。ああ、俺は今まで3回も失敗して前線で戦ってきたんだぞ。おい、ウォーカー、さっきも言ったろ、今日はみんな楽しんでんだ。お前、自慢の腕を見せたいならやってみろ。楽しませてくれよ。で、ルールは？こいつはそこらの射撃ゲームとは違う。いい目を持ってないとな。それに酒の強さも試される。というと？毎回打つ前に一杯飲むんだよ。新しいボス、ガンナーに乾杯してね。楽しそうだな。他に知っとくべきことは？4つの射撃場がある。制限時間内にホルトの顔がついた的を撃て。数は多いほどいい。現時点のトップスコアはウォーカーの43点。やつを任せば商品はお前のものだ。じゃあ早速始めるとしよう。やっぱりね。腕を見せたいんだろ。お手並み拝見だ。このリボルバーを使え。他の銃で撃ったら脳幹だ。テックじゃなく腕前の勝負だからな。最初の射撃場へ行け。準備ができたら始める。頑張れよ。ほら、どうした？早く飲め。だ。12秒だ。始め。おい、打つ時に線を越えるな。ルール違反だ。この場で失格だぞ。ストップ、時間切れだ。次の射撃場へ。おいおい、先にウォッカだ。それからホルトを撃て。本当だって、風でファーって飛んじまったよ。なんだこれ、消毒用のアルコールか。なんだっていいだろ。ほら、12秒だぞ。撃つ時に線から出たら失格だぞ。指が滑ったって言ってたもん。負けを認めろ、ルディ。よし、そこまで。次に移動しろ。なんだよ。ガンナーに乾杯。だ。時間は12秒だ。撃て撃て。線を越えた。お子様はやめたよね。そこまで、ラストだ。もう一杯だ、飲め。美味しそう。何が欲しいの？ああ、ぬる。この暑さじゃしょうがねえだろ。12秒だ、撃て。線を忘れんな。片足でも越えたら失格だぞ。時間切れ、終了だ。スコアを確認しろ。結果は？堂々1位、圧勝だ。ああ、ほらよ、お前のもんだ。どうなってんだ。ありえねえ。正直感心したぜ。なあ、シックスストリートはお前みたいに腕の立つやつが足りねえんだ。ガンナーと会ってみねえか。
きっと仲間にしてくれるぞ。光栄だが辞退させてもらう。向いてないから。わかった。まあ今日は一緒に飲めて楽しかったぜ。だが今度街で出会った時は特別扱いしねえぞ。敵か味方かはその時次第だ。肝に銘じとく。では勝者にガンナも祝ってくれてる。うーふーい、新田収穫万歳。さあ飲むぞてめえら。シックスストリート、シックスストリート。桟橋で兵士が通行人に発砲したって話が入ってきた。できたら殺さずにそいつを止めて。その後専門の人たちを派遣するから詳細はすぐに送るわ。それと B、 気をつけてね。場所だな。ジムの近くの歩道で人が忽然と消える事件が起きてるらしいの。何が起きてるか調べて。あなたまで消えないようにね。
bonne dans la bataille là. On est claqué la tête, amis. B、建設現場で派手な騒ぎが起きた。犯人は重武装した男よ。生きたまま捕獲できればサイコ研究のいい材料になる。詳細を送るわ。